listening to Shibuya Cross FM.皆さんこんにちは。1月13日木曜日16時を過ぎました。エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻優希です。星山かなです。そしてはい、ロックシンガーのルナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやもう素敵なメイクと衣装で、はい、はい、ちょっとかましてきました。よろしくお願いします。いやもうね、今日は後ほど、はい、あのルナさんの深掘りのコーナーを設けようと思ってるんですけど、はいはい、まあ、その前に恒例の、うん、の今日は何の日のコーナーを早速していきたいと思います。はい、楽しみ。はい、うん、あの今日というよりも1月11日は鏡開きでした。鏡だったんですけど、そう、鏡開きの日というかあって、でもさ、鏡開きとか、まあ、あんまりこの最近ってこういうのはやらなくなってきません？確かに。え、そうですね。え、それってもともと文化として結構長いんですか、鏡開きっていうのは。長いんですか。え、何年ぐらいなんですか。鏡開き自体はもう鎌倉時代とか、え、その辺から。そんな古いんですね。うん、で、なのでちょっとね、お正月のこの1月1日からね、まあ今日ぐらいまでの大きく分けて3つ、鏡開きって何っていうのは、うん、これはお正月に、まあ、神様とか仏様に仏壇とかにお供えした鏡餅を下げて食べるそうですね。うん、あ、なんかこういうのは昔あったじゃないですか。ちょっと今うんちっぽく見えちゃってますけど、これあの鏡餅なんですよ、僕の中では。でもちょっとブブってもう言われちゃった。うん、これこうすればお餅っぽい。お餅ですよ。お餅です。これはお餅ですよ。そう思ってください。でさ、でもさ、はい、じゃあお餅割りって言えばよくないと思いません？鏡開きって。確かに。なんで鏡なんですか？そうなんですよ。で、昔は鏡のこのこれこういう形をしてるらしいんですよ。鏡が。へえ、鏡が？ちょっとだからこう、ひょうたん型みたいな。はい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 。なんですよね。今で我々は丸だったり、まあ、四角みたいなのが鏡じゃないですか。うん、で当時はこういうひょうたん型みたいな形だったので、うん、だから昔のさ、おじいちゃんおばあちゃん家とか行ったらなんか不思議な形の鏡じゃないですか。でも見たことないです。不思議な形。なんかそういうことです。そういうことですね。そういうことなんです。鏡があるっていう、はい、初めての。でね、うん、鏡って昔は、はい、なんか現世と、うんうん、その上の、うん、なんていうのかな、あの世をつなぐものみたいなイメージあったそうです。もうまさにもうスピリチュアル好きなので、うん、もうね、結構昔から言われてますよね。うんうん、なのでそういう風な、で、なんで開きって、うん、割るのにさ、うん、なんで開きって言うのっていうのとは、切腹をイメージしちゃうと、こう割るとか切るとか、はいはいはい、そういうのが切腹だってあんまりいいイメージがないので、うん、開くって言葉ってすごくいいじゃないって言われたそうです。なので鏡を開くで鏡開きだそうですね。これ七草がゆって皆さん知ってます？知ってますけど食べてないです、まあ、食べないですよね。そうですね、春の七草みたいなのでしたっけ。そうです。そうですよね、まさにそれ、うん、なんか一応七草がゆは1月7日に、うん、まあ、お正月の、まあ、おせちだったり、うん、祝い酒みたいのをで弱った胃を休めるために七草がゆを食べるそうですね。これ七草言えます？皆さん、ちなみにちょっと待って、言えない。七草苦手だから面白い。待って、一個わからない。一個わからないですか？はい、はい、一個だけ、はい、菜の花。お、菜の花。え、ないに違う。え、ないですか？え、入ってないんですか？これ菜の花ってこれどっかに、多分これ一応ね、僕調べた、僕もあんまわかんないんで。七草、これです。セリ。え、セリ、あ、ナズナ、これか、菜の花って。あと、五行、箱べら、はい、仏の座、鈴な、鈴代の七草。もう知ってるのないんですけど、セリって聞いたことない。確かに言われてみればですけどね、出てこない。
でも本当だ、我々やっぱ一人暮らしとかし始めるとなかなか作らないですよね。確かに作るね。え、どっからみんな集めてくるんですか、葉っぱ。多分スーパーじゃないですか。え、全部やってる。全部やってます。本当に。多分だけど、スーパーで七草がゆ用の今あるんじゃないかなとは思うんですけど。はいはいはい、なんかセットになったやつですね、これを入れれば。でもさ、もう我々その一人とかで暮らすと、うん、わざわざこう一個一個買わないじゃないですか。いや、買わないし、買い方わからない、ね、やっぱ大変じゃない、うん。で確かに買っても腐らしちゃうじゃん、全部使わずに。そうですね。ってなるとまあいいかなってなっちゃうけど、うん、まあ、こういうね七草、うん、七草がゆみたいなのがあります。食べたい。でさらにまあ我々も通ってきました、はい、成人の日、成人式の成人の日、成人の日ですね。これはですね、まあ1月の第2月曜日なんですよね、うん、今は、うんうんうん、なので10日でしたかね、今年は。そうですね、はい、10日でしたね、うんうん、で一応この理念というか、うん、大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますという。あー、具体的にそうなの。考えたことなかったんですけど、こういうのあるそうです。もう決まってます。そうなんだ、うん、これ皆さん覚えてます、自分の成人式の時。はいはい、どんな晴れ着来ました。うん、はり、うん、もちろん来ました。やっぱワクワクしました。え、ワクワクも止まらないですし、うん、やっぱり学生時代のお友達とかとやっぱみんなで、うん、もう成人式も楽しみなんですけど、もちろん二次会のが楽しみみたいな。そうそうお酒を飲むみたいな。そうそうそう、それがなんかちょっと暴れまくったの覚えてます ね。暴れまくった暴れまくったの覚えてる、ね、え、鷲山さんどうでした、成人式。私もあの前日が大雪で、で、はいはい、なんか次の日だったんで、あの暖かい中行けたんですけど、生まれて初めて、朝帰りしました。出ました、あの生まれて初めて生まれて初めてお友達と朝までご飯を食べ、え、じゃあ今あのお友達これ違う、今外の視聴者の方とあれしてるんで、はい、中心してるんで、そう、はい、お父さんがめっちゃ厳しくて、うん、門限6時とかだったんですよ、高校生の時とか、はい、18時とかで、うん、夜ご飯も食べに行くのも結構難しくて、で、そのお父さんが初めて今日だけはお友達と朝まで飲んできていいよって言ってくれて、うん、生まれて初めて朝帰りをしました。待って、でもさ、18時門限だったらさ、部活できない、はい、部活はやってなかったです。帰宅部ですね、ダンスとか、なんか軽音とかを同好会を作ってやったりはしてたんですけど、うん、基本的には帰宅してました。でもさ、18時ってさ、それこそ高校生の頃とかさ、ちょっとまあ、そのなんだろう、やんちゃしたい。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、え、その時に18時ってなんかこう、うわーってなんなかったの。そうなんです、だから花火大会とかももう行ったらもう終わっちゃうから、もうはじ上がった頃にはもう帰らなきゃいけないんで、うん、あのバックを往来しながらこう後ろ向きにこう見てました。来たなねみたいな。なんすかそれ。やばくないですか、走りながらもう上がってる最中に。でもさ、違う、友達と、はい、一緒に行って先に帰るってこと？先に帰るか、まあ駅まで友達が一緒に来てくれるかみたいな感じで一人だけ帰るみたいなパターン多かったし。あー、なるほど。一応そういうアイドルだとそういう体で。違うんですよ、これ本当なんですよ。アイドルだとそういう体で。違いますよ皆さん。そうです、今年も。違います、本当に。今年もものすごい、あの本当に厳しいですよ、お父さん。本当に、ね、今日守ってくれる人いないんで、あんまり誰も守ってくれない、ね、本当にごめんなさい。そうなんだ、あ、優しい、そうですよね、正義なんで、いや、ね、いや、いやでも楽しかったです、成人式、ね、すごい、成人式楽しかったですよ、はい、なのでこうなんかお正月こういう風なことあって、まあ、なかなか最近はこういう行事やらなくなってきてますけど。そうですね、やれない。次はだから節分、うん、うん、じゃない？節分です、ね、節分、恵方巻きも、うん、うわーいとか、うん、あとなんかお庭外、うん、これ一人暮らししてからやったことあります？ないですね。え、もうなんか何年してないのって話、ね、ってなりますよね、はい、僕実は一人暮らしでやったんですよ、うん、え、一人でですか？いや、もう一人です。え、誰に、何に向かって外に。しかもさ、うん、お豆ってこう掃除ちょっとめんどくさいんですよ。そうですね。なので、うん、サランラップを敷いてお豆を7粒ぐらいやって、ま、うん、丸めるんですよ、うんうんうん、でちょっとした束にして、はいはい、庭外って投げるんですよ。かわいい。じゃあシーンですよ。それはそう。僕昔それ動画撮りましたもん、まだガラケーの頃。それはそう。
そんなような面白い、はい、ね、でも偉いですね、やっぱやるっていうことに意味が、そうそう、ちょっと病んでたんですか、ちょっとそう思っちゃったんですなんかでもそういうのがなんかやろうかなって思ったんですよ、うんうん、でまだ全然お金もないんで100均でお豆と買ってやったんですけど、まあ寂しくてもうやってないですね、それで。でもちょっと役払いになりそうですね、うん、なりそう、ね、ですので、もう皆さんもね、まあ文化ちょっとなかなか薄れてきてるけどね、何かしらの、きっかけでやってみたらいかがでしょうかということですね。そうですね。さあ始めていきましょう、エンタメジャックイン渋谷。この番組は新車最安値更新中 100% 新車感と、うん、はい、宮古島レンタカー宮連さんの提供でお送りいたしますということですね。さあ、鷲山さんのコーナー、はい、早速行きましょう。はい、早速行っちゃってんですね。はい、はい、それではコーナー行きたいと思います。はいはい、かなぽんのこのアイドルを教えたいのコーナー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、今日はですね、今日ご紹介するアイドルはこちら、はい、ドゥドゥドゥン、はい、ポジティブモンスターさん、イエーイ。はい、ポジティブモンスター。はい、ポジティブモンスターはですね、はい、世界をポジティブにするために生まれた4人組アイドルグループなんですけれども、私がいつもですね、お世話になっている森風花ちゃんっていうソロアイドルがいまして、そのソロアイドルがプロデュースして、ついこの間デビューしたばっかりのですね、本当デビューしたてほやほやの4人組のアイドルグループです。はい、はい、この4人組のですねアイドルグループはですね、今映っている、じゃあ青の子からいきますね、はい、春夏秋冬って書いてひとときと呼びます。ひとときさらちゃんが青い子です。はいはい、はいはい、で、はい、その隣の緑が花咲すずのちゃんと言いまして、おすずと呼ばれております。はい、でそのお隣のちょっとちっちゃめの子が天音みことちゃん、みこっぴーって呼ばれてます。はい、でピンクの子がひいらぎみーちゃんで、みーちゃんって呼ばれている、この4人からなるグループなんですけれども、うん、最近よく私もライブを見に行かせていただいたりしてて、はい、でめっちゃくちゃ元気になるんですよ。今やっぱコロナもまたちょっと流行ってきちゃったじゃないですか、うん、でしかも結構寒くなってきたから、もう寂しい、心が寂しくなりがちなんですけど、うん、すんごいパフォーマンスが元気なので、もうはっちゃ、本当ディズニーランドにいる気分になります。最高そうなんです、うん、そうなんですよ、めちゃくちゃ元気で、なんか見てると悩んでたこととかがちょっともうバカらしくなってきちゃうぐらいパワーをもらえるね、4人組のアイドルユニットになっております。はい、で、つい最近デビューしたばっかりなので、まだ CD とかは出してないんですけど、サブスクとあと YouTube をに、ミュージックビデオがあったりするので、ぜひぜひね、元気になりたい方はこのポジティブモンスターちゃん、略してポジモンをですね、ぜひ検索して見てみてくれたら嬉しいなって思うんですけど、はいはい、一人ずつなんとかモンスターっていう名前がついてて、なんか元気にするモンスターとか、はい、いろんなものを作り出すモンスターとか、うん、魅力がいっぱいあるので、ぜひちょっと注目してほしいなっていう感じなんですけど。なるほどなるほど。そうなんですよ。なんかどの人と仲悪いんですか？仲悪くないんですよね、基本的に。なんかもう娘みたいな感じで。いや、もう最近ね、母性出てきちゃってね。いや、本当に娘。なんかデビューワンマンライブのお手伝いでちょっと入ったんですけど、うん、早替え、はい、早着替えってあるじゃないですか、はい、衣装を曲間の間に変えるみたいな、うん、もうもちろんそういうのも初めての体験なので、もうリハーサルでは結構余裕でできたんですけど、うん、本番になったらもう焦っちゃって、うん、もうなんか半泣きみたいな、はい、もう間に合いませんみたいな感じで、もうなんか大丈夫だよ、落ち着いてね、大丈夫だからねみたいな。間に合ったの？間に合いました。ギリギリ間に合いましたけど、なんかほんと娘を見ているような感覚になってます、かわいいな、私は。そうね。これはあれなのかな、今後だからライブとかもまあちょっと落ち着いてきたら。そうなんですよ、今結構でも今も精力的に活動してて、うん、多分週に2本ぐらいはライブやってるたり、あと結構無料で見れる配信をしてるので、ライブも、うん、見やすいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、はいはい、なんで私が今日このポジモンちゃんを紹介したかと言いますとですね、はい、教えてください。3月のですね、うん、にですね、鷲山かなソロで生まれて初めての遠征が決まりました。はい、おめでとうございます。すごいね。ありがとう
ございますということでですね、だから東京以外のだから地方のどこかで、はい、押山さんがライブをするってことですね。そうなんですよ、はい、しかもめちゃくちゃ大きい会場に、うん、行かせていただくんですけど、うん、それがですねこのポジティブモンスターをプロデュースしてる森風花ちゃんと、はい、このポジティブモンスターちゃんと一緒に行かせていただきますで、はい、ライブはソロでオープニングアクトで出させていただくんですけれども、うん、3月の20日と21日にですね、名古屋の方ですねで出させていただきますので、ぜひちょっと私も含めてポジモンちゃんもチェックしていただけたら嬉しいなと思います。いや素敵ですね、素敵ですね、はい、これこの方たちのなんか振り付けとかもやったり、あ、そう、この間なんか振り付けをお願いしますっていう感じで頼んでくれたので、これからまた新しく出る曲に振り付けをさせていただく予定があります、うん、じゃあもう素晴らしい、ね、はい、もうその時にまたいろいろ多分個性あふれる方々でしょ、すんごいんですよ、ね、もうものすごい一度見たら忘れられない、なんか個性的な、見るから若いよね、若いです、そして一番ピンクのみーちゃんが最年少かな、はい、まだ高校生なんですけど、そうなんですよ、みーちゃん、みーちゃんなんでほんと一回りくらい違うんだよ、マジで娘みたいな感じ、いや母性出ちゃってるから、だから母性出ちゃう、母性が出ちゃってるから、それは母性出るですね、出るですね、ちょっとわかんないですけど、いやでもいいよねこうやってね、そうなんですよ、うん、元気を出してっていうのが、はい、ちょっとまあいろいろね難しい時期にだからこそこういうの必要かもしれない、そうなんですよ、ちょっと気になった方はぜひ調べていただきたいな、ね、ということで、で、和山さんの、はい、そうなんです、ライブもこれ大阪地方って見てくれてる名古屋とか付近の方のネットで見てる方もいると思うんでね、ぜひ来てほしい、うん、初めてなんです、一人で遠征ソロ行くのが、いやドキドキしますよね、ドキドキします、じゃあちょっとさせっかくなら、はいはい、そのなんかやってくれません？ポーズ、どういうこと？ポーズ？はい、なんかポーズなんで振りがちょっとなんかこの我々しかわかんないような、はい、我々しか あるじゃないですか、あ、はいはいはい、そうですね、そうそう、我々しかわからないような、まあ、3月だから次来月、そうですね、来月、そうですね、決めて、ね、そのポーズをなんかファイターみたいなこと、はい、いきなり言い出すの、いきなり怖い怖い怖いしかも私写真撮影が可能なのでライブ中、はい、ちょっとそのポーズをやりますね、エンタメジャックから持っていきます、でもこれは絶対言わない、はい、言わない言わない言わないで見てないファンの方、はい、あれこの人どうしたどうしたお邪魔さんっていうぐらいな、やばい人みたいになるじゃないですか、はい、いや本当ね、頑張っていただきたいなと、はい、はい、ぜひチェックしてください、ありがとうございます、はい、お二人はお正月、はい、どう過ごしました、年末年始とか、もうお正月は、うん、やっぱり普段ちょっとバタバタしていて、うんうん、ちょっと忙しかったので、うんうん、お正月ぐらいは寝て食べて、うん、その繰り返しを、ね、しました、今回は最高です、ゆっくり、はい、ゆっくり、うん、でそのおかげでちょっとデブっちゃって、うん、俺さっきも言ってたんですけどちょっとデブって全然デブってないんですけど、うん、やっぱ気になる、言ってくださるんですけど、うん、でもやっぱりちょっとそういうの気になるんで、自分ではジムとかは、はい、最近通うようにしてます ね、 あ、そうね、優しい、そんなことないよ、そんなことないですよね、ジム通ってるの、どうですか、あ、私も12月をちょっと仕事をしすぎた気がしたんで、うん、ちょっと体崩したら嫌だなと思って、うん、食べて食べて食べましたね、笑顔で、はい、最高のお正月でしたあとおみくじ引いたんですけど、うん、去年マジで大凶2枚引いて、びっくりしたんで、大凶だってあるんですね、大凶あるんですよ、凶の枚だと思ってました、ね、しかも間違えて2枚取っちゃって、どっちも大凶で、そんなことありますか、大凶かける2っていうこと、かける2はもう大吉になるんじゃないかぐらいの気持ちで過ごしたんですけど、はい、今年は大吉でした、あ、そう、よかった、いや、おめでとうございます、ありがとうございます、みたいな感じのお正月、まあさ、はい、なんかまあゆっくり過ごして、またなんだろうな、仕事に向かうとかしてもらって、うん、僕も結構ゆっくりしたんですよ、そう、どうでした、あ、本当です、任天堂スイッチ買っちゃいました、うわ、あ、なるほど、ずるいですね、ずっとゲームやった、何やってるんですか、桃鉄と、はいはいはい、マリカを、うわ、最高じゃないですか、私マリカ持ってます、スイッチの、スイッチ持ってます、持ってます、持ってます、もうなんかまず、はい、スーパーファミコンぶりなんですよ、ゲームは、はい、待って待って、それはどんぐらい、結構前じゃないですか、めっちゃ前ですよ、だからまずアクセルどこからスタートですか、確かにですね、アクセルここ、で、だんだんちょっとネットでググって、うん、ロケットダッシュはロケットダッシュ2個目の時に押すみたいなの全部こうググってやって結構、強くなりましたね、
すごい楽しいですよね。楽しい。なんか Wii の時も、うん、あのマリカーやったんですけれども、うんうん、なんか Wii ってこうなんかそのコントローラー片っぽはこう動かすと、うん、なんかこう車が曲がってくれるみたいな。確かに確かに。だったじゃないですか、うんうんうん、それもそれで面白いからスイッチとあの Wii を天秤にかけた時になんかちょっと私正直 Wii の方が面白かったと思う。なんかこうでもさ体動いちゃいますね、うん、あ動いちゃう、ね、めっちゃ動く、めっちゃこうなっちゃうですね、はい、いやだからなんかゲームっていいなって。僕ゲーム全然やらない人だったから困っちゃいそうです。あこっからどんどんゲーム何やっていこうか。何何笑ってるんですか。はい思いますね。いいな。さあじゃあ一曲聴いていただいて、うん、ルナさんの曲を聴いていただいて、うん、でこの後ルナさんの深掘りをしていこうかなと、はい、ありがとうございます、はい、曲紹介ルナさんいきますか。あはい、このカメラに、はい、曲紹介させていただきます、はい、後でちょっと詳しく私のなんか音楽活動に対する方向性とかお話しさせていただくので、はい、まずはちょっとざっくりちょっと曲の紹介させていただきたいと思います、はい、一昨年からやっぱコロナウイルスがなんか流行りだして、うん、まあ、それからねやっぱ生活にやっぱ困難な方々が多いのを見て、私はこの世界に対して本当におかしいんじゃないかなっていうふうに思うことが増えたんですよ、うん、それをなんかありのままにあの綴った曲で結構ね吐き出す叫ぶみたいな、はい、ロック調の曲になってますんで、はい、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。はい、はい、それが正義と言うならクソくらいを聴いてください。はい、誰のため？笑わせんなって。それが正義って言うなら、クソくらえよ！どこのドイツだよ。もういい加減頭にきたわ。それが気に入らないんだったらもういっそルールごと塗り替えちゃえばいいってことだよな。だったらいつか塗り替えてみせるわ、この手で。Yeah.
すごいね。いやすごいですね。はい、ありがとうございます。いや素敵です。素敵です。嬉しいです。いやなんかびっくりしました。そうなんですよ。こんな、うん。なんか一見結構、うん、やっぱ好きな方は好き、嫌いな方は嫌いで、うん、別れると思うんですね。うん、なんでやっぱ気違いだなと思われがちなんですけど。いやそんななんかいや、はい、やっぱぶっ飛ぶことは大事ですよ今ね。さあちょっと深掘りのコーナーしていきたいと思います。はい。さあルナさんはもう深掘りしますからね。はい。何でしょうか。構えます。幼少期から、はい、聞いていこうかなと思うんですけど、どんな子供でした？なんかもともとすごく人懐っこくて、なんかなんていう人間が好きなんですよ、うん、なので幼少期の頃は知らない方とかにもう話しかけちゃったりするんです、うん、だから両親はすごい心配してましたね。でもすぐついていっちゃうんじゃないかな、どっかってそのまま誘拐されちゃうんじゃないかなみたいな、はいはいはい、なので結構なんか天真爛漫な子かな。いいじゃないですか。でしたね、うん、今でも天真爛漫に見えますよ。そうですね、うん、だから結構学生時代の頃からの友達はなんか変わんないねって言われます、ね、うん、いや素敵だと思います。ありがとうございます、うん、なんか僕ねいろんなゲストの方にこう幼少期聞くと、うん、結構幅広くて、うん、昔おとなしかったんですよっていう人が、うんうん、お笑い芸人でこうわちゃーってやってる人もいたり、うんうん、あるんで、ルナさんはどちらかというともう明るくて元気でっていう感じだったんですね。で、部活とかやられてました？私すごく当時やんちゃだったんですよ。いわゆるヤンキーだったので、帰宅部ですね。でさっきお話しさせていただいた時に、はい、本当に真逆なんですけれども、はい、根本的な私とも今もそうなんです。縛られるの嫌いなんですよ、はい、自由人なんですよ。なのでもう勉強は嫌いだったら、うん、もう楽しいこと優先帰っちゃおうみたいな。ちょっと行きたくないから学校、はい、ね、行きたくないから今日は行かない、まだ寝たかったらまだ寝るみたいな、うん、おなるほど。はい、もうそんな風に生きてきましたね。で、はい、そっからそういうね元気な学生を経て、はい、歌、うん、自分がこう歌をこう行きたいなって思ったのでどのぐらいからだったんですか？なんかもともとなんかやっぱ歌うことは好きでカラオケはよく行ってたんですけれども、でもなんか実際に活動を始めようとは正直思ってなくて、でそれでちょうどそれこそ渋谷だ、うん、渋谷歩いてる時に最初はなんか読者モデルの方でなんかスカウトを声かけていただいて、それがきっかけでその芸能界の方に行ったみたいな、はいはい、それでアーティスト始める流れになったんですよね、うん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 、その時から、はい、ロックだったんですか？その一番最初はそれこそまあアイドルさんに近くて、なんかフローラルシャイニーっていう3人組のユニットを組んでいたんですね、うん、だからもう全然今とも全くコンセプトも違ければ見た目も違うみたいな。当時って どんなんですか？当時はなんだっけな、本当に言いたくなかったら言わなくていいですからね。いいんですけど、いいんですかね。なんだっけな、うん、どっちかというか可愛い思い出しました。いいですか？はいはいはい、はい、はい、いいんですか、うん、やって大丈夫な、はい、エネルギッシュで爆発3人で1つフローラルシャイニーですみたいな。こんな感じでした。もうアイドルみたいな、もう近いですね。こんな感じでしたね、うん、要はだから服装も可愛い感じなのかな。そうですね、へ、色分けされてるみたいな、さっきなんか見せていただいた、うんうん、はい、ね、このアイドルさんみたいにアイドルカラーがありますよね、うん、で その時もでもこうやっぱここの中にロックがあったんですね。いやロック魂っていうものやっぱ根本的にあって、もう本当にいいですね、自分のコンセプトっていうのを結構大事にして生きてたので、やっぱりどうしてもグループだと、うん、やっぱり協調性っていうものはやっぱ一番大事じゃないですか。だからなんかすごく今でも他のなんか当時のメンバーと仲いいんですけれども、うん、一人になった今の方がなんか解放されてる感っていうか、うん、そういうものはやっぱありますね。ありますよね、うん、やっぱそうですよね、うん、まあグループはグループの良さがあったりして、うん、ただあんまり窮屈になりすぎると、うん、いや活動していくのがしんどくなっちゃったりもするの で、 ね、 そうですよね、特にこの時代は。そうそう、縛られちゃってなんか、うん、で、そのロックよし行くぞってなったのって、そのアイドル活動の後ですか？そうですね、その後で結構もう結成して1年もしないで私抜けちゃったので、うん、早かったんですね。
でその後にそうもうロックをやり始めました。だけれども、去年からこういう見た目の感じ、うん、まあ、ロックモンスターとして今やってるんですけど、はい、こういう感じでね、はい、変えましたね、うん、ガラリと変えて、うん、やっぱ当時のファンの方々はなんかそっち行ったみたいな、なんかどこに目指してんのみたいに思われてる方も多くいらっしゃると思うんですけど、うん、はいはい、やっぱり結局ならやっぱ自分の心に素直っていうのが一番大事だし、うん、その方が届く方により届くし魂の歌声が伝わるって私も思うんですよ。うん、そうだから、はい、変えました。もう素直っていうのテーマで、嫌われる覚悟って大事だな。でもさ、最初ドキドキしなかったっすか？怖かったんですよ、ね、正直やっぱり、当時のロックシンガーとしての私の時はやっぱりみんなに好かれたいとか売れたいが先頭に来てたんですよ、うん、どうしても、うん、だからなんかすごい皆さんに媚び売るじゃないけど、うん、そういうちょっとやり方をしてました。けれども、うん、やっぱそれじゃやっぱ自分じゃないと思ったし、うんうんうん、それはもう誰でもできるって、うん、だったら唯一無二の私にしかできないことをやろうと思ったんです。なるほどね。いやでもかっこいい。大丈夫です。いや大事ですよ、うん、めっちゃロック、うん、かっこいい、ね、かっこいいよね、うん、だからやっぱさ、でもさ活動してきた年数があるから変えるとさ、はい、どう思われるんだろうとかさ、嫌われちゃうんじゃないかとか思っちゃうけど、うん、まあガラッと変えて、うん、なんだろう、突き詰めて挑戦するって大事ですよね、うん、そうですね、うん、で特にやっぱそのコロナ禍でいろいろ気づかされましたね私は、うん、そっか、もう1年、うん、コロナってどのぐらいで2年弱くらい経ってますね、うん、ね、うん、大変な時もありましたからね。ありましたね、うん、本当に、うん、しかもやっぱその私たちの活動、やっぱライブって大事じゃないですか。それがもう閉ざされちゃって、うん、どんな風なこれから活動して いこうかなっていうの結構悩む時期ではあったじゃないですか、うんうんうん、まあね、はい、で僕ね、こうアーティストの方に毎回聞いてるんですけど、はい、作詞作曲って先ほど書かれていたじゃないですか、はい、そのなんだろう、曲を作るやり方とかをお伺いしてて、うんうん、視線ですか、はい、それとも曲線ですか。やっぱり基本的に大まかに一曲丸々作るのは曲線なんですけれども、うん、でも普段やっぱりこうやってお話ししてるときに、うん、人によって同じ言葉でも表現の仕方って違うじゃないですか、うん、確かに。でその人の人生観がその言葉に詰まってるわけじゃないですか、うん、で言ったときになんかお話ししてて自分と違う話の表現されてる方の聞いたら、え、この言葉の使い回し、例えばさもしいって言葉だったりとか、うん、あ、こんな表現あるんだと思ってメモしたりして、うん、それを細かくストックしてますね。で、まさか、で作ろうと思った時に、はい、うん、そのメモから、あ、このワード使おうとか、そう、この言葉すごく表現が素敵だったから入れようかなとか、うんうん、はい、でもさ、僕だから作れないからさ、うん、作ったことないから、はい、で作るじゃないですか、はい、で曲って降ってくるの、どうなの。え、曲ってだからさ、そのメロディーでよ、だからメロディーとか、え、うん、できました、うん、なんとなく、はい、え、どうすんの。確かに私すっごい不思議なんですけど、うん、眠る寸前の時に降りてくるんですよ、うん、かっこいい。こともなんか寝落ちする寸前に、うん、もうメロディーラインともう歌詞がもうどっぷりこう入って、なんでしょうね、あの現象。すごい、っていう自分の中不思議なんですけど。全く一緒。え、同じですか。あ、ごめんなさい、嘘です。ちょっと待って。いいえ、かっこつけなかった、ごめんなさい。ごめんなさい。そう言いたい。全くもう確かにかっこいい。最近はもう、うん、あのマリカーであのコーナーどうやって曲がったら入るのみたいなこと、うん、夜ね。あ、そう、はい、え、かっこいいな。いや、でもこともあるんですけど、うん、いざ録音しようとしたら忘れちゃったりとか、うん、全然ありますよ。よく聞くのがね、なんかボイスメモみたいので、うんうん、メールで鼻歌とか入れると。そうですね。でもね、何日か後に聞いたらわけわかんないみたいなとかよく聞くけど、そういうのってあったりもする。ありますね。あと、まあ歌詞もそうなんですけど、うん、なんか一曲まるまる歌詞とか書き終わった後に、うん、次の日見返したらなんか全然なんか良くないんだけどって時があるんですよ。わかる。夜中に書くラブレターみたいなもんでしょ。なんかこれ、いや、ちょっと恋愛チックすぎるよみたいな、ちょっとなんかみたいなもんでしょ。そう、まあ、ね、要するにそうです、ね、はい、後から見返してちょっと恥ずかしいみたいな、恥ずかしいみたいなんですよね。いや、なんかどう、その
作詞作曲とかやる？作詞作曲はやらないんです、やったことないんですけど、うん、振り付けで同じことあります、うん、なんか前の日にスタジオで作って自分が踊ったのを撮って、あ、もうこれでいこうって思って次の日見たら、なんじゃこりゃみたいなねえ、あるよね、全然良くないじゃんみたいな、作り直さなきゃみたいな、でもさ、その逆もない？あれって思っても、あ、ありますね、数日だったら、うん、あ、悪くなくないみたいな、ありません？ありますね。で、僕まだ YouTube やってて撮ってて、うん、なんかこう手応えってあるんですよ、撮りながら、あ、今回ダメだったなみたいな、ちょっと乗らなかったなみたいなあるんですよ、で、編集してる時に悪くないねみたいな、うん、ありますよね、いい笑顔でやってるわみたいな、俺みたいなそういうのあるんで、ありますよ ね、 確かに、いや素敵だな、なんか僕は、うん、そのね、僕は俳優やってて、はい、うん、お芝居って、うん、2時間とか、うんうん、連ドラならこう10話かけて人々を感動させたりするんですけど、うんうん、曲って5分でできるなって、うん、いつも思うんですよ、うん、だから、うん、ちょっとしたジェラシーもあるんですよ、うん、アーティストのリスペクトですよ、うん、羨ましいっていうか、ねえ、それなんですけど、うん、私実は、それこそ去年の埼玉テレビで放送されていた、うん、乙女凪の事件簿3に、うん、女優としても出演させていただいたんですけど、はい、その時に初めてお芝居もしたんですよ、うん、だからお芝居と、まあ、アーティスト両方の経験をして、やっぱり天秤にかけても両方大変だなと思いました、結果。まあね、そうね、お芝居はお芝居で大変、そうです ね、もう覚えるのが遅いタイプなので、うん、すごいなんかセリフをまず頭に入れるのが大変でしたよ ね、しさ、なんかちょっと変じゃないですか、好きでもない人が目の前にいて、うん、好きって言わなきゃいけないみたいな普通に ね、普通に思いません？待って、でも私すごい気になることがあるんですけど、うん、ゆうきさんはお芝居されるときに、その恋愛系で相手の方のことを、はい、好きに なってお芝居するんですか？いや、これもね、人それぞれですけど、はい、やっぱなっちゃいますよね。あ、そうなんだ。なると思います、その期間は、うん、で、それでまあ、いろいろあるじゃないですか、うん、お芝居共演して結婚っていう人もいたり、はい、うん、ただやっぱその期間なりますよね、意識はするというか、好きになるかどうかとか意識はしますよね、うん、逆にどうです？私、うん、一度しかそのお芝居したことなくて、うん、その時は好きになるような役でもなかったんですね、うんうん、だからまだないですね。ただ例えば、うん、はい、まあ、その役がちょっとどういう役だったかあれですけど、うん、意地悪な役だったら、うん、ちょっと私生活も意地悪になっちゃうみたいな、あ、ちょっと憑依してみたい、うん、そのキャラに、うん、私どうなんだろう、多分私結構ライブもそうなんですけど、もう憑依型だと思うんですよ、うん、自分が、うん、だから多分そういう風になっちゃう気もしますね。いや、もうすごいじゃないですか、憑依しちゃう。でも憑依すると、はい、大変ですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。どっちですか、憑依型ですか？僕もどっちかというと引きずられちゃうんで、はい、必死でもう分けようとこう、するタイプ。結構歌舞伎の方とか、うんうんうん、型を重視する人ってあんまそうないんですよね、うん、もうそう型だから。あ、ただこう気持ちから入る人ってもう引きずっちゃうというか、うん、あ、でもそうなんですよ、うん、それ本当に歌詞でもありますね、うん、だからやっぱりその時本当に心から思うことじゃないと私書けないんですね、うん、確かに想像とかだと書けないから、やっぱり辛かったその過去を思い出して書くと、なんかやっぱちょっと今日書く気じゃないからやめようかなみたいな時があったりしますね。そうそう引っ張られちゃうんですよね、感情が、ね、はい。鷲山さんはどう？その、うん、僕舞台見に行ったけども、はい、あの時とかも、私今まで何度か舞台とかお芝居させてもらったことあるんですけど、うん、なぜか来る役がほとんど素の自分に近い役ばっかりなんですよ。もうなんかだから何をやってもなんか、あ、鷲山さんにぴったりの役だねみたいな、うん、だからあんまり多分なんていうの、憑依するほど ほぼ自分みたいな役が多いんですよね。でもこれから分かんないよ。確かにもうすごい、めっちゃどうしたらいいんですか、何、男の子を一途に恋する女の子の役、はい来るかもしれないですか？ そしたら、その時考えますおい、返すよ、おい返しがちょっと雑になっちゃったじゃんかよ。いや、でもなんかこう、いいですね。はぁ、うん、まあ、うん、そうですね、うん、そうですね、まあ俳優の話はちょっと置いときましょう。置いとくそう、で、はい、なんだろう、曲とか作って、まあ今 YouTube とかでも
先ほども YouTube ですよね。あ、そうです。そうです。チャンネル名ってどんなんでしたっけ？あのルナチャンネルですね。ルナチャンネル。はい、RUNA なんですけど。RUNA、あ、ちょっとか、じゃあ後で書きます。はい、お願いします、ね、あのぜひ登録してもらってもね、はい、いいんでね。ぜひぜひ。そうですね、僕なのでその変わるってことの、うん、恐怖と、はい、あとこう挑戦する良さ、うん、僕すごくリスペクトしていて、はい、これ衣装とかも、はい、自分でこう、なんだろう、コンセプトを決めてやったんですか？あ、そうですね、うん、だから自分でコンセプトで、うん、なんだろうな、その方向性変えたときに、ね、じゃあちょっともう、おごめんなさい、すみません。いやいやいや、こういう感じですもんね、はい、そう、こういう感じの、うん、ありそうなんですけども、かわいい。そう、自分でね、まあ、うん、単純に自分の好みっていうのもあるんですけど、うん、自分が発信する内容、自分が伝えたいことと見た目がどういう風にしたら一番マッチするかなっていうのを考えて、うん、時に出てきたのが、あ、これと思って、うん、素敵ですよ、はい、こんな感じでちょっとトンチンカンなんですけど全然ですよ、こんな感じになりました。ね、今度橋山さんもぜひ衣装で、はい、あ、そうですね、今年ちょっと衣装作りたいなと思ってる、新調したいなと思ってるので、そしたらぜひ来てください、それで、はい、僕ね、ルナさん、はい、占いもやられるって聞いたんですけど。そうですね、うん、どんな占いで、手相とかですか？私、タロットと手相なんですけれども、あと、あの投資と、ちょっと一般的に言うと変なんですけど、霊視みたいな、じゃあなんでタロットのやり方も、うん、だって決まりがある、決まりに乗ってっていうか、もう独自のやり方なんで、うん、もう本当完全に霊感タロットっていうジャンルですね、うんうん、なんか、やっぱちょっとそういう感性も結構鋭いんですね。そうなんですよね、結構なんかその、その方に何かがついてるなっていうのを分かったりとか、最近何かあったねっていうのが見てすぐ分かりますね。めちゃくちゃ気になるんです。ちょっと怖いから僕は嫌なんですけど。私めちゃくちゃ見てほしいです。おしゃさんどうですか？でもエネルギー状態いいですよね。お強くないですか？エネルギーがすごい良くて、そう、かなりなんか精力的に活動バリバリできるっていうモチベーションがすごいあるような時期じゃないですか。じゃあその通りです。お、あ、出た、やった、やった、まさにその通りです。くそー。で、ゆきさんでも繊細ですよね。僕繊細、僕繊細ですね。ナイーブ、ナイーブ、ナイーブゆうちゃん。でもそういう方の方が絶対俳優さん向いてるんですよね。いやでもね、やっぱナイーブすぎると、はい、このご時世大変だったりもしますよね。まあそうですね、いろんな情報入ってきちゃうからさ。はいはい。自分って占えるんですか？はい、自分はなんかね、なかなかやっぱ分かんないです、自分のこと。なんかなんでかって言ったら、タロット広げて自分のこと見ようとしたときに、やっぱ感情が邪魔するんですよね、自分自身に。だから見れないんですよ。あ、そうなんですよ。じゃあだから他の人にやってもらわないとできないんだ、うん、そう、具体的には。でも大体自分自身が将来こういう感じになるんだろうなっていうのは描いてあるっていうか、分かる、なんとなく分かるんですか？のありますね。こっちの方向だろうなみたいな。すごいすごい。僕ね、はい、あまり占いとかやらないんですよ、はい、よく朝のテレビとかでも占い、うんうんうん、星座占いあるじゃないですか。 ありますよね。あの時僕変えちゃうんですよ。あれ当たんなくないですか？そうだからこんなこと言っちゃダメですけど、こんなだって各さテレビ局で違うこと言ってるからさ、はい、めんどくさいから変えちゃうんですよ、はい、だから結構占いやらなくて、うんうん、スピリチュアル系もあんまりやらない。でもね、あれはやる、深呼吸。あ、瞑想みたいな、うん、深呼吸。深呼吸ちょっと可愛い。瞑想だ。瞑想というか、なんか寝る前とかちょっと整えるみたいな、はい、でも大事です、そういうの。やっぱり本当にね、なんか俳優業でもトレーニングで会って、はい、一回ちょっとリセットしないとみたいな時に、うん、深呼吸して落ち着かせるみたいなのあって、うん、はい、だからでもそのぐらいなので、うん、スピリチュアル系も全くやる、うん、いや私もあんまりやらないんですけど、うん、はい、でもなんか最近自分に何かがついてる気がしてて。なんすかそれ？それをちょっと見、じゃあ僕がちょっと調べましょうか。ちょっと調べてもらって見てください。でも多分おそらく、はい、
あのかなさんは、はい、人の気を持ってきやすいタイプだと思います、うん、あの霊体よりも、はい、生きてる人の、うん、あのいいエネルギー、はい、悪いエネルギーも両方吸っちゃうから、それによってちょっとあのメンタルが変わってきちゃう。すごい、その通りです。本当に。いや、マジなんですよ、これマジなんですよ。怖い。でもね、単純にね、12月めっちゃ仕事入れてて忙しくて、はい、来た、はい、12月のだから2週目来た時にヘッドヘッドで来るんですよ。もうどうして朝からもうこのラジオの前に2本仕事終わってこの後もあるんですっつって、すっごい疲れ果ててた時に、多分僕が占い師だったら悪いもんついてんなって言うかもしれないぐらいヘッドヘッドで。いやでもその時期に確かに仕事も忙しかったんですけど、なんかそういうちょっと気を吸いがちな、あまりなんかこうプラスじゃないものを生きてる人のを吸収してました。確かに。そうなの。でも今良くないですか。今良くなっていいですよね。すごい。ほら、なんか、なんかこうするといいのとかってあったりするんですか。こういうようなことを心がけるとか。やっぱり自分軸で生きるっていうのをやっぱ大事だと思っていて、去年のちょうど秋頃から、もともと土の時代ってスピリチュアルで言われていて、で、今年は風の時代なんですね。なのでなんかその流れに身を任せて、自分軸でもっと心を解放して生きる、その方がなんかそのよりその人の人生が豊かになっていくような、時代に、私は時代の変化を感じている、ね。うん、時代にマッチしないと疲れちゃったりもする。そうですね。だからやっぱ自分軸で生きるっていうものが、まさにそのなんて浄化にもつながるから、おすすめしますね、うん、そうですね、はい、しましょう今年はね。ちょっと風任せということで、はい、風任せ。なんかそういう番組あったな。風任せっていう、いや、で、あれよあれよでこれ見てください。50分までなんで。おお、あと3分。早いですね。楽しい。はい、いかがです、このあんまりラジオっていうと、はい、なんだろう、暗いところでやるイメージあるじゃないですか、はい、ここ結構こうガラス張りで皆さん見ていただいて、そうですね、いかがです、こう緊張 しないですよね。結構しなそうな人。緊張は一応やっぱ 気が張ってるなっていうのはあるんですけれども、でもやっぱこうやって目の前いろんな方が見てくださってると楽しいですね、ねえ、本当ありがとうございますですよね。ありがとうございます、ね、本当に。さあちょっとあと2分、お島さんもう一回宣伝しておきますか。あ、宣伝いいんですか、はい、ありがとうございます。すいません、はい、本当にいろいろ今月もイベントとかあるんですけど、さっき宣伝させていただいた3月の20日と3月の21日ですね、に伏見ライオンシアターさんと名古屋レイニーさんにて、ライブに参加させていただきまして、こちら結構フェスな感じで、はい、全国各地から集まってくるの、私はなぜか東京枠ということで、全然売れてないんですけど、トップバッターでトップバッターで出させていただきたいので、わしゃばさん次第で決まると。あ、そうなんですよ。だ、今年はちょっと売れていきたいです。すごい、皆さん来てください。頑張ってください。頑張ってください。頑張ります。あと情報とか、ルナさんもそうですけど、ツイッターをね、とかもやられてるんで、皆さんよかったらチェックしていただいてってことですよね。ぜひぜひよろしくお願いします。いや本当にありがとうございました。こうまたね、ぜひルナさん来ていただいて、はい、ぜひぜひ。次なんかせっかくなんで出ていただくときはこうやってもらうことも可能です、あ、占いですか。あ、いいですよ、タロット持ってきます。そしたら怖いけど。え、見たい。なんなら今日持ってくればよかったですね。いや、もうちょっと楽しみにしてますので、さあちょっと締めたいと思います。はい、はい、エンタメジャックイン渋谷、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮連さんの提供でお送りいたしました。さあルナさん、はい、最後にですね、はい、我々こあそこを見て、はい、じゃんけんをするんですね、はい、でルナさんがじゃんけんのこうグーチョキパーどれかを出していただいて、はい、終わりたいなと思いますので、はい、準備よろしいでしょうか。はい、はい、それでは行きましょう。最初はグーじゃんけんポン。はい、今週はチョキでした。それではまた来週です、皆さん。バイバイ。さよなら。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。